はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、このモンスター、ナイトファイラスを厳選していこうと思います。先日もね、ここ、厳選したはしたんだけども、いいのがね、まあ、二次キャラは出たけども、おしゃれさんが出なかったんだよね。今日は、おしゃれさんを、狙っていきたいと思います。おしゃれさんにはね、なんか3種類いるらしくって、まず、仮面をかぶってるタイプ。そして、剣の色が違うタイプ。で、剣の色が、オレンジか緑か、あと何だったかな。まあ、青以外だよね。みたいな感じだらしいですね。あと、体に模様がついてる。そうらしいんだよな。まあ、とりあえず、おしゃれさんじゃないと、隠された特技を覚えてないみたいなので、そのおしゃれさんを今日は、なんとか出したいと思います。まあ、とりあえず厳選しながら、探していきましょう。では、行ってみます。開始から30分、出ました。ついに出た、おしゃれさん。ただし、サタンジェネラルの方、剣見て、剣。緑色でしょ？あれは100%、おしゃれさんです。おしゃれさんは特スカウトでいきます。もう特スカウトもね、あともうちょっと作れるかな。やっぱり、あいつ、スライムの、エメキンか。あいつをね、厳選したからよかったね。あいつを厳選したので、おー、ちょっと待って、それ使うんかい？危ねえな。危ないね。ちょっと、ロマン技とかで仕留めないと、やられちゃったら話にならない。魔人の絶技ね。はいはいはい。俺の持ってる、アルデバランか？あいつも使うもんね。これが、隠し特技ね。これ強いもんね。おお !9999! 何があった？何があったんだ？はい。まあ、とりあえず、お目当ての役じゃなかったんだけども、おしゃれさん一体発見しました。まだちょっと探していきましょう。来た！これね、剣が緑じゃなくて、オレンジの方も欲しいんだよね。オレンジの方が目立つから。ではもうちょっと頑張ります。皆さん、また出ました。また出た。でも、また同じくサタンジェネラル。ピンク色ですね。色が分かった。剣の色。オレンジと緑とピンクだ。うん。あ、これピンクが一番可愛らしいかもね。俺の、あれ、アルデバランって名前じゃない？なんか名前がちょっと、うろ覚えで悪いんだけども、あいつもね、ピンクなの。危ない！やられる。あー、おい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 。強いからね。注意しないと。よし、ナイス！普通にぶったたいた方が早いわ。やったー。これで緑とピンクの剣のやつを発見した。でもこいつじゃないのよ。こいつじゃないの狙いは。まあいいのよ、サタンジェネラルでも。うん、いいんだ。でも、ナイトファイラスの方を出してほしいね。うん、そこまでちょっと頑張りたい。ではもうちょっと頑張ります。出ました！しかし、また同じく、サタンジェネラルですね。で、厳選方法。あ、ちょっと待って！これ、体の模様まで違う！これ、超オシャレさんだ！超絶オシャレさんが出た！いやいやいや、これ以上のオシャレさんいないぞ！体の模様から違って、武器まで違う。うわ、これかっこいい！最高のサタンジェネラル出たな！いやいやいや、上級おしゃれさんが出たよ。初めて初めて。で、分かった。厳選方法が。コメントでね、もらってて、なんのこっちゃちょっと分かってなかったんだけども、今分かりました。ちょっとセーブしてロードしてきますね。はい、戻ってきました。厳選する場所が分かった。俺ね、ここでずっとこうやってね、厳選して、こう見ていったんだけども、これじゃね、効率が悪い。これ効率悪い。やり方が
わかった。木の根っこあたりでしたらいいよってね、コメントもらったんだけど、木の根っこの意味が分かってなかったのよ。あそこに木の根っこが一応あるんで、あそこのことかなと思ってたら、違う。もうね、分かった。うん。コメントありがとうございます。確かに木の根っこ。あそこからすれば、本当に簡単に厳選することできるね。ここだよ。こっから、滑空で飛びます。滑空で、飛ぶんだよね。で、この木の根っこでしょ。ここだ。ね。あー、オッケー。で、そしたら下にね、サタンジェネラル見えるでしょ。で、ここで、こう厳選するわけよ。ナイトファイラス変わったでしょ。こっからだったら、もう一目で見えるから、厳選がめちゃくちゃはかどる。ただし、仮面を被ってるとかは、多分見えない。うん。剣の色では判断できたのよ。剣の色では判断できるんだけども、体の色とかもちょっと微妙かな。でも、剣の色はね、すぐわかるので、これちょっと体色違わない？あ、いや、一緒か？うん、体の色とか、仮面被ってるかっていうのはちょっとわかりにくいんだけども、剣の色は、この上からでも全然目視で確認できるので、ここで、厳選するといいですね。何度も何度もすぐに、抽選できるので、ここは早い。うん。こうナイトファイラスね、15時間かかって、厳選しましたっていうコメントがあったんですけども、ここだったらは、そんなにかからないと思います。うん。俺も実際さっきのピンク色は、ここで見つけたので、すぐだったよ。OK。とりあえず、ここで、この感じで、厳選して、あー落ちたー落ちないように注意してやりましょう。出た。出たけども、またサタンジェネラルだね。こっからでも、ピンク色っていうのが、すごいわかるでしょ。サタンジェネラル。まあまあ、一応倒すか。ね。また出たけど違う。違う。来た！ついに来た！ナイトファイラスのピンク。まあ、上級者さんじゃないね。上級者さんじゃないけども、まあまあ、おしゃれさんだわ。間違いない。あ、やっぱり、これ日中しか出ないんじゃない？夜の間、あんなに出なかったのに、日中になった途端、かなりの確率で、まあかなりでもないけどね、一回出すのに、まあかなり時間はかかるんだけども、よーし、来た！上級者じゃないけども、おしゃれナイトファイラス！はい、ではもういいかな、一度戻ります。それでは戻ってきました。いや楽しみだね、楽しみだ。見てみましょう。上級者さんを確か2体スカウトしたからね。上級者さんは2体。あー、ここら辺は間違えて捕まえたやつだね。あ、ちょっと待って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 ちょっと待って、分かりづらかったけどさ、これ模様もついてるし、メガネもかけてるわ。分かりづら。これがマスクか。あ、この人も、おしゃれさんだった。あー、このマスクはわからんよ。あの遠目ではさ、わかんないわ、これは。オッケーオッケー。とりあえず、ノーマルの、人たちは、話しちゃいましょう。うん、ノーマルはいらない。はい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 。おしゃれさんが、おー、めっちゃいる。1、2、3、4、5、6。で、最後も、あ、あれあれ、ええおし、え、おしゃれさんじゃないのこれ。あ、違う。下から順だから、あ、これ、おしゃれさんだわ。あー、そうですわ。これも違うよね。うんうん。オッケー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 。では、おしゃれさんがたくさんいる中、ちょっと間違えて捕まえたこの二人。まあ、虹だから、見てみましょう。ベホマがあるのはいいんだけども、魔人の絶技があった方がいいんだよね。ああ、一匹狼、いい。うん。でも今持ってるやつと特に変わりはないので、いりません。タンジェは、はい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 。
うん、あ、ストイックがあると強いからね。ストイック強い。うん、ナイトファイラスにもストイックがつけば、よかったんだけども、確かつかないっていう話なんだよな。では、ちょっと下の方からおしゃれさん、見ていきましょう。これは、剣の色が違うだけのおしゃれさんだね。あー、魔人の鉄技ある！いいね。で、特技が、あ、これいいね。弱体とストイックがついてて、ものすごく相性が良さそう。うんうん。ジェラルド、最高。アンジェラは上級者さんです。上級者さん。うん、メガネをつけて、剣の色が違うっていう人なんで、あ、でも、特技は5個だわ。うん、ベギラゴンを持ってるのね。はいはいはい。ラルタンさんは、この人は超上級者。模様もついて、メガネもかけて、剣もつけてるっていう、やりすぎ感があるんだけどね。なんか腕時計3つつけてるような感じになってない？おー、来た！来た！ 5 個です！最高だね。でもなんか、コメントによると、5個は、なんか器用貧乏になるみたいな感じでね、書いてあるんだよな。いや、でも、いいね。うんうん。気持ちいい気持ちいい。で、ストイックと弱体。わー、強い！ラルタンさんはもうおしゃれだし、強いしでいいね。ジェーンは、この人も上級者だね。メガネと、色の違う剣を持ってます。あー、でも、ゴーだね。あ、ストイックと一匹狼。この二つもいいね。うん、一匹狼でダメージアップして、ストイックでも能力アップする。あ、強い。うん、ギガスラッシュと魔人絶技。あー、いいな。ノクターンさんは、この人は模様がついて剣の色が違うっていうね。この人も上級者です。あー、いいね。いいよ。豪傑がついてたね。豪傑はちょっと使いにくいかな。モーリス見てみましょう。いや、まさかの、この人も上級者だったのね。メガネかけちゃってるよ。素晴らしい。どうだ？あ、でもまあ4つか。でも魔人の絶技持ってるので、いいでしょう。全身全霊とね。使いやすそう。こっちは、まどろみと歌舞伎者か。あー、まあまあまあ、いいんじゃないっすか？うん。オッケーオッケーオッケー。ちょっと、仲間にするためには素材が、料理が結構いるんだけども、ちょっとこの上級者さんたちはたくさん仲間にしようと思います。よーし、来た！ゲットしました。はい。ということで、今日はですね、ナイトファイラス、厳選してみました。まあ、ノーマルの方が結構いっぱい出てきてくれたんでよかったんだけども、まず、厳選する場所ね、は、上にある木の根っこのとこ、あそこでやると間違いなく早いから、絶対やった方がいいです。そして、遠目からじゃ分かりにくいけども、メガネかけてるやつがいる。うん。それもちょっと、探さないといけませんね。うん。まあ、いっぱいおしゃれをしてる人の方が、特技をいっぱい持ってるっぽいです。でもそれが強いかどうかは分かりませんけどね。はい。ぜひ皆さん、厳選してみてください。俺もね、1時間半ぐらいで、あれだけおしゃれさんを出すことができました。ナイトファイラス、育ててみようと思います。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。